おはようございます。以前から結構問い合わせいただいているビートルの、まあ、操作の仕方、運転の仕方、あのね、旧車乗ったことある人は別に大したことないと思うんですけど、まあ、これからこういうね、特に空冷のビートル乗ろうって思ってる方なんかは割とそこら辺、ドキドキしててね、手出しにくいのかもしれないんですけど、気負うことなく全然本当乗れる車で、で僕に来る質問で一番多いのはやっぱりチューニングをね検討してる方で、なかなかその2リッターエンジンってやっぱハードル高いので、2リッターのエンジンってどうですかっていうね質問結構来るんですよ。で、中には1回ウェーバーのね48倍つけたんだけどめちゃくちゃ乗りづらいと、で全然走れないから、ちっちゃいキャブに変えましたとかねいう人がいて、で涼次さんのはどうなんですかって来るんですけど、まあ他の動画でもちょこちょこね、あの走ってるのは出てて、まあ見てもらえれば分かると思うんですけど、別にそんな気使って乗ってる風は、まるでないんですよね。普通に走ってる。なので今日は丸さんの操作感というか、こうねインパネの周りとか、まあこんな感じになってますよっていうのと、この停止してる状態から実際エンジンかけて始動して、まあ動くまでというかね、動くまでっていうのもあれだけど、停車してる状態からエンジンかけて、まあ、実際走り出してちょっとするまでは、ノーカットでね、動画撮ってみようかなと思います。その乗りづらさとかがそれで見て、まあ、分かってもらえるかなと思うんで、僕のやつはね2リッターになってますけど気使うところがほぼないですね。まあ強いて言えばエンジンかけるときぐらいで、まあ、ちょっと癖がある、まあちょっとそれも癖というかそういうものだと思って乗ってるからあんまり癖だとは思ってないんですけど、まあ始動の時ぐらいで実際乗ってる時はそんなに気をつけることはないので、まあエンジンかけてからね動いて走って、まあ5分6分ぐらいちょっと動かしてみて、で結構あるほらビートルで動き出してすぐの信号はもうねヒール&トゥーしてないとストールしちゃうみたいな人結構いると思うんですけど、僕のビートルはほぼそういうことないです。真冬でもないです。まあ行きましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今ね、今日エンジン初始動で、まあキンキンに冷えた状態で、気温はまあまああるんですけど、そこまで暖かくもなく寒くもなくみたいな感じです。でまあ、他の車はちょっと分かんないんですけど、僕のビートルはまあその2リッターで48倍の IDA が入ってるっていうざっくり言うとね状態で、まずまあいつも一発目はアクセルを踏みます。見えない、1回2回アクセルを踏んで今踏みました。でガソリンをねシリンダーに送る、でしばらく待つ、あの気化して火がつきやすくなるんでガソリンがこうじわーっとシリンダーの中に、こうね巡るのをイメージするというか、でちょっと待って、でイグニッションオンするとカチカチいってますよね。これが、電磁ポンプが燃料を、送ってる音です。でこれがコッ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 コってなってくると、ガソリンがキャブレターのフロート室に溜まり始めてて、こう溜まってってるサインなんで、こうなってからエンジンかけるんですけど、はい一発目、まあ、大体こんな感じです。そしたらまたイグニッションオフにしてちょっとガソリンまた送ってあげてちょっと待つ、ベタ踏みするとねガソリンズバーッと出るんで、ちょっとだけアクセルに足乗っけて少しだけ踏んであげるような感じで2回目いきます。こんな感じです。でこれ今アクセルに足乗っかってないんですよ。でアイドリングでだいたい今800回転ぐらいで、エンジン温まるともうプラス200回転ぐらいになるんですけど、ね、ストールしないでしょ。
あ、ツインキャブの恩恵もあると思いますけど、ね、800回転で安定してるぐらいで、僕買った時はねこうじゃなかったんですよ。やっぱりちょっとストールしちゃったりとかしてて、で乗りながらその調整したり、走り始めねあんまりこう気難しくならないようにちょっとね調整して、で今のような感じになってるんで、まあ一回こうなっちゃうともうこいつずっとアイドリングしてるんで、じゃちょっとね道路に出します。
信号少ない田舎のセッティングで仕上がってきちゃってたみたい でいざ東京に来てね乗るとね、まあそのかぶる、とにかくかぶる。でガソリン臭いし、なんか白煙出てるし、あーこれはと思って、でまあちょこちょこねいじりながらこの東京のセッティングにし直した状態が今の状態って感じで、ただそこまでね、部品交換したとかはないです。ミクスチャーいじくってアイドリングとか、ね、安定するようにしたっていうぐらいで、あとは乗ってみて、もともと割と48にしてはかなり扱いやすく仕上がってたんで、他の動画でも言ってますけど 48IDA そのまんまつけると全然走んないみたいなんですよね。で僕のビートルはそれができるようにストリートチューンをしてある、客自体にので乗りやすくなってると思います。だから単純に売ってる部品を組み合わせただけじゃ、乗りやすいエンジンには多分ねならないですね。なのでもっと排気量を落として、1776とか1835ぐらいまでで、ちっちゃいキャブつけるっていうのがやっぱりボアアップして街でも乗りやすくなるエンジンのポイントなのかなと思うんですけど、だから2リッターエンジンで扱いやすく仕上げるって結構やっぱノウハウと技術がいると思います。で僕の周りにね何人か聞いたら48つけてた人いたんですけど、みんなすぐ元に戻しちゃいましたね、全然走んないって調子悪いし燃費悪いし、なのでそれなりに本当にスペシャルショップじゃないとちゃんとは組めないんじゃないかなと思います。でも今ね走り始めて、8分ぐらい経ったかな、7、8分、ちょっと信号で止まらないかな、もう全然ねアクセル踏んでもついてくるんですよエンジン、全然こうストールねケホケホケホってなんないし、今クラッチ切ってギアニュートラルで前赤なんでね、ストールしないでしょ。さっきよりちょっとアイドリングがもう今ね1000回転あるかないかぐらいになってるんですけど、こういう感じです。でこれがね僕のビートルは真冬でもこんな感じ、ストールしないです。ちょっと走り出しちゃうともうすぐエンジン安定します。
のミッションで十分なんで。開けたところでね、自分の車見るのいいっすよね。
げえ俺変なやつ扱いされてんだろう。じゃあちょっとせっかくなんでここで運転席界隈を紹介しちゃおうかな。まずですね、まあ、こんな感じですよ。で、まあ、スピードメーターで、これはね僕後付けでつけた 52π のこれタコメーターですね。ほんで、まあ、この辺は普通の車と一緒、ハザード、リアのあのなんていうんですか、熱線ね。でこれがホグのランプです。ランプじゃねえや、ホグのスイッチで、こう切って、これ灰皿で、これがね、空気を取り入れる、走行風を取り入れる、入り口の蓋開けたり閉めたり、どっちがどっちだかちょっと忘れちゃったけど、足元側のねこの辺、このダッシュの下から風が出るのと、このフロントウィンドウの下のこのスリットから風が入ってくるんですけど、それの開け閉めですね、これがね、くるくる。そんで、この横の、こいつ。これがね、マルサンは、まあ、送風機みたいなのがついてて、これかなり強力なんですよ。弱と強とあって、結構、強だとね、盛大に風がブオーって出る。この辺から、この空気取り入れ口からも。光っちゃって全然見えない。ここね、空気の出口からボーッと出るし、あとここのね両サイドの三角窓用なのかな、これここに蓋がついてて、ここ両サイドについてるので、ここで空気が入ってきます。でこの横がね、これがウォッシャーですね。今ちょっとねウォッシャー空っぽに近かったんですけど、そんな感じ。あとウインカーのレバーがこれで、これがワイパーね。でね、こっちが一番右のこれヘッドライトなんですけど、この横のこのダイヤルあるじゃないですか、これでね照明の明るさが調整できるっていう謎の機能がついてますこの年代にこの機能いるっていう感じで、あとはね特に特別なものはないんですよね。で、まあ、グローブボックスの中に、こんな感じ、これねフロントフードのリリース、あと特に特別ないんだよな。そんな感じで至ってシンプルですね。そうでね、ドリンクホルダーとかはまあ備わってないんですよ。でね、ビートルって結構ドリンクホルダー肝で、皆さん大体この辺にねあのバスケットをくっつけてたりとかするんですけど、ものによってはこの灰皿を一回取ってここに刺すタイプのドリンクホルダーもあるような、ないような。マルさんはないのかな、なんか バスとかはあるみたいですけどね、ビートルもあんのかなっていう感じですね。でハンドルはまあ元リタの方、スポーク、スキャットのドラッグシフターぐらいですね、僕のやつはね、うん、結構この送風機能は、ヴィンテージビートルの人には羨ましがられることが多いですね。結構派手にほんとこれ風入ってくるんで、ブオーって。これプラス、三角窓開いて窓全開だったらまあ夏でもまあまあしのげるかなっていう感じです。もしなんかまたねビートルで、ここ映してほしいとか、あったらリクエストください。では